はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはスプラトゥーン3プラスエキスパンションパスセットということで、まあ、これスプラトゥーン3のサイトで、これは2022年の9月9日に発売されたタイトルで、僕も持ってます。プレイしました。はい。ですけど今回はそこじゃなくて、ここをちょっとこうチェックしていくとですね、どこにあるかな。はい、違う。これかな。これエキスパンションパスっていうのがね、こう追加コンテンツ2023年2月9日ってこう出てるんだけど、まあこういうね、追加コンテンツがあったわけですよ。スプラトゥーン3エキスパンションパス、ハイカラシティサイドオーダーってこうあったんですけど、でこれがソフトってこっちの方を見ると、タラタンとこうね、はい、今回これですね、スプラトゥーン3プラスエキスパンションパスセット。まあ、要するに、スプラトゥーン3を持ってる人は、そのエキスパンションパスセットって、また、エキスパンションパスダウンロード版ね、買えばできるんだけど、今回はそれ持ってない人がいきなり全部揃えられるよっていうセットが出てますということになります。で、これパッケージ版とダウンロード版があるんですけど、まあ、とにかく、このスプラトゥーン3本体と、有料追加コンテンツスプラトゥーン3エキスパンションパスがセットになった商品ということなんですけども、こう見りゃいいのかな。はい。でこれね、一応こうやって、オンライン、あれちょっと待って、Nintendo Switch オンラインの個人プラン3ヶ月っていうのがついてるんですね。だからだいぶお得なんじゃないかな。まあ、だから要するに任天堂さんも、その、任天堂スイッチオンラインに入ってない人に向けて、もう、これで、これ買えば、スプラトゥーン3に追加のコンテンツもついてて、しかも、3ヶ月間プレイできるから、まずは、ちょっと、あんまりこう、オンラインのね、任天堂スイッチオンラインに入ることとか考えずに、これだけ買って遊んでよっていうようなセットになってるというところです。で、まあ、実際のところ何がどうなってるかっていうと、絵柄的には、あ、これゲームの絵柄だから、まあ、これだけ見てもわかんないか。はい。ということで、はい。で、こう、内容的には、スプラトゥーン3ソフト本体と複数の追加コンテンツが含まれたエキスパンションパスのセットです。無償特典の Nintendo Switch Online 個人プラン、3ヶ月90日間利用券も付属しています。でスプラトゥーン3、大自然で大都会でさらに広がる縄張りバトル、人の姿に変身する不思議なイカちゃんたちによるアクションシューティングがパワーアップして登場。4対4のチームに分かれて地面を塗った面積で勝敗を決める。基本的なルールはそのままに、新たな武器やスペシャルウェポン、バトルアクションが追加。まあこれ2からだね、3に対してですね、オンラインでフレンドや見知らぬ人との対戦できることはもちろん、本体を持ち寄って仲間と顔を合わせての対戦も可能。よりダイナミックになった縄張りバトルで存分にインクを塗りたくれということです。で、これでプラススプラトゥーン3エキスパンションパス、複数の追加コンテンツを購入いただけるエキスパンションパスです。以下の追加コンテンツが含まれていますということで、バトルをサポートするアイテム、以下のアイテムが入手できます。お金、フードチケット、経験値、ドリンクチケット、塩カラーズデザインのプレート、テンタクルズデザインのプレート、ライセンス10枚、武器地ライセンス10枚。で、スプラトゥーン3、エキスパンションパス、ハイカラシティ、Wii U ソフト、スプラトゥーンで登場したハイカラシティをホームタウンにすることができるようになります。と、スプラトゥーン3エキスパンションパスサイドオーダー。Nintendo Switch ソフト、スプラトゥーン2で登場したハイカラスクエアを舞台とした全く新しいストーリーがお楽しみいただけます。
ということなんで、まあまあ、普通に単品でソフトを買うよりも、まあいろいろついてるけども、あと3ヶ月間の無料の部分も入ってるから、お得というような感じ。まあだから、廉価版商売の一種と言えなくもないかなというような商品ですね。で、さらに無償特典、任天堂スイッチオンライン、個人プラン3ヶ月90日間利用券っていうのは、一応ここに書いてあるのはね、まあ、これは登録番号があると、登録用番号があって、2026年2月28日23時59分まで使えるということになっているので、まあだいぶね、まだ2年まで1年半ぐらいか。だいたい1年半ぐらいの間に、まあ商品が売れればいいかな。まあこの手のね、商法というか、期限のやり方、任天堂の場合だと、マリオメーカー2ね、2だったっけ。まあマリオメーカーの、スイッチ版ね。ちょっと微妙な言い方したな。でも2だと思ったけど、あれがそういう売り方で、発売日の時に何ヶ月かってのプランがついてて、で、しばらくする、1年とかだったかな。で、再販された時にはそこの日付が変わってるんで、いくつかのバージョンが存在するっていうね。パッケージのバージョン違いコレクター的には大変なタイトルになってたけど、まあこれはね、まあちょっと、ただ、ちょっとね、これ最近この手の商売で任天堂さんの場合ってダウンロードコンテンツでこのエキスパンションパスが入ってるわけではなさそうなんですよ。カートリッジの方に入ってるというか、多分カートリッジにあることによってダウンロードしてるか、ちょっとその辺が意味合いがちょっとよくわかんないんだけど、とにかくそのカートリッジが通常版とこのプラスエキスパンションパスで中身が違う可能性があるんでね。以前のマリオカートとかポケモンのそういうプラス要素のやつの時にも、なんか説明を見てるとそういう風にカートリッジに入ってるよう的なニュアンスで書かれてたんで、まあそういう意味ではバージョン違いはバージョン違いなんだけども、いわゆる本当に中身が違うんだと。まあ結構ほら、この手の商売ってダウンロードコードが入ってて、ダウンロードコードを入れなければ同じだったり、ダウンロードコードを本体に入れて、その後通常版でプレイしてもね、同じ、その追加要素が遊べたりしたけど、これの場合は、なんとなくこのカートリッジに依存するのかなっていう気がしてるので、カートリッジ付きで、エキスパンションパスを遊びたい人は、ここからね、買うといいのかなというふうに思いました。で、僕もちょっとどうしようかなって悩んでいます。まあ、スプラトゥーン3持ってるから悩む必要ないんだけど、なんかちょっとパッケージコレクター的にはちょっとこれ、どうしようかなと悩むところです。はい。